はい、皆さんこんにちは、マンダリングルーシュです。今回はエアタイクーン4の続きをプレイしていきたいと思います。このエアタイクーン4はですね、まあいわゆる飛行機の会社、航空会社の運営シミュレーションになっていまして、前回ですね1960年からスタートをしたんですが、ちょっとその後ですねいろいろ、プレイの方を試してみたんですけども、1960年だと飛行機の種類、特に航続距離の長いものがですねちょっとまだ出揃っていないところもあって、まあ、今回のゲームの目的でもある世界中の無夫婦な拠点に場所に就航させるっていうのがちょっとなかなか難しいことが分かりましたので、年代を少し変えさせていただきました。画面右下に1990年となっているのはそういう理由です。前回は1960年になってたと思うんですが、1990年に変更させていただいています。で、現在までのね確認をちょっとしておきたいと思うんですが、まず就航している路線なんですけども、東京バンコク便です。今これしかないので、この後ねいろいろ増やしていきたいなと思っています。飛行機の機種ですね、まあ、ボーイング707-120を一つだけというところです。で、動画の方、あとツイッターの方等々で世界中の無風なことができちゃう観光地、国、都市教えてねってお願いをさせていただいたと思うんですけども、そしたらですね藤原近田さんからフランクフルトの FKK なんてどうっていう風にですね教えていただきました。今フランクフルトを映してます。で、フランクフルトに限らず FKK って何っていうところなんですけど、まあヨーロッパ主にドイツで、まあ男からすると天国のような場所があるということでですね、今回はこのフランクフルトに就航をさせていきたいなと思います。ちなみに FKK なんですけども、あとはデュッセルドルフとかケルン、この辺りにも、楽しいスポットがいくつかというか結構多くあるようなので、まあ、ちょっと僕自身はですねドイツ行ったことないんですけども、タイの55バーで遊んでた時に隣にドイツ人が座ったことがあってですね、一通りその手の話で盛り上がったのが、いい思い出だなというところなんですけど、まあ、いつかドイツ遊びに行ってですね FKK の方にも行ってみたいなと思うんですが、まあ、FKK ってじゃあどんなところっていうところなんですけど、まあもうねとにかく金髪の綺麗なお姉様たちが楽しくいやらしく癒してくれるという、まあ本当にね天国のような場所らしいので、いつかは行ってみたいなと思います。ちょっと動画の中で FKK についてあまり詳しくね、お話しするのもどうかなと思いますんで、FKK の情報詳しい方いらっしゃればですね、ぜひぜひツイッターの方で、あるいはコメント欄とかでも結構ですので、動画のコメント欄とかでも結構ですので、いろいろ教えていただければ嬉しいなというふうに思います。では早速フランクフルト、東京の直行便を就航させましょう。まあ遠いですからね、フランクフルトまでは。成田とちょっと今選択が外れてしまったようなので、もう一度フランクフルト結びましょう。9346km ですね。で、この 9346km、 まあはるばる東京から FKK のメッカフランクフルトまで無風なことをしに行くためにはですね、この 9346km の旅をしなきゃいけないというのがありますので、じゃあ 9346km 飛べる航空機を探していきましょう。で、今持っているボーイング707-120、こちらの航続距離が 5200km です。で、同じボーイング707のシリーズでいうと一番航続距離が長いものでも6920、ボーイング707の320で6920ということで、まあ全然足りないねということになります。で、737シリーズを見ていくと、やっぱり航続距離が全体的に足りないということがわかります。で、ボーイングの747シリーズを見ていくと航続距離はかなり長い、
1万キロメートルを超えるような、1万2700キロメートル。これがボーイング747-200。あるんですが、お金がちょっと足りないんですよね、この逆に。なので、ちょっとこれも見送りましょうと。で、ボーイング757。で、これがですね、航続距離、だいぶ伸びてきてるんですけど、それでもやっぱり7000。で、ボーイング767を見ていくと、航続距離が1万を超えていて、かつ、お金もギリ買えますねというところなので、今回はこのボーイング767-200を買っていきたいなと思います。で、一応ですね、ファーストクラスを1つ2つというところで4席用意します。で、これによってですね、ファーストクラスをね、利用してもらうお客さんの数を調整していきましょう。エコノミーが163席ってなっております。で、ビジネスが23席なんですけど、ビジネスの数はちょっと減らしましょう。ファースト4でビジネスは14。で、エコノミーを187席にして、総座席数は205にします。これを1機発注しましょう。で、2ターン後に FKK のメッカフランクフルトに東京から直行便を出しましょう。航空機をね、今買ってしまったので、もうしばらくの間767は買えないなっていう感じなんですけどね。そうなるとやっぱり香港とか上海とか大連、近場の無夫婦なスポットをね、発掘していくしかないかなというところにはなってしまうんですけども、現在のバリューとしては、少し上がって312,680Kというところまで来ましたね。で、ライバル会社をですね、少し増やしまして、全部で20社、自分も含めて全部で20社という形にしました。本当にいつか FKK にも行きたいんですけどね。もう建物の中に入った途端に金髪の綺麗なお姉様たちが迎えてくれるということでですね、もう本当に夢のような場所なんじゃないかなと思ってるんですけど、いかんせんちょっと行ったことがないんで、本当に行ったことがある方のね、生の声をちょっとお聞きしたいですよね。さあ、ではいよいよフランクフルトから成田、東京成田までの直行便を就航させましょう。これでもう日本男児がね、こぞってフランクフルトの FKK に行けるようにと。フランクフルトの方には週何便運航しようかな。今スロット申請という画面が出てますけども、スロットを1つ申請すると1週間に1便という形になります。1週間に1便だとね、ちょっと寂しいので7便申請していきましょう。つまり1日に1便っていう計算になりますね。ではこの767を使っていきましょう。で、運賃はこのままでいいかな。で、デューティーフリーを入れて、あとは長距離路線ですけど、アメリカとかね、たまに行くんですけど、長距離路線ではあるものの、特に、サービスがね、すごく良くなったとか、何かもらえるものが増えたとか、そういったことはなかったかなと思いますんで、ここはオーソドックスにヘッドセットに、あとは、
ドリンクのサービスですね、このあたりをつけていきましょう。で、機内食はクラッカーと、あとはアイスクリームとかあればね、アイスクリームとか入れてあげたいんだけど、アイスクリームはないかな。ちょっとアイスはないか。なったら、まあここは2回目はどうしようかな。マフィンとかつけてあげますか。で、1回目の機内食、そうだな、どうしようかな。まあヨーロッパですよね。そしたら、まあ1回目はグリルチキンとかにしますか。で、2回目がトマトパスタとかにしますか。これでいきましょう。よし、これで東京フランクフルト便が就航しましたね。もう皆さん本当に FKK の情報こんなに楽しかったっていうね、素晴らしい情報あればぜひぜひ動画のコメント欄もしくはツイッターの方にお知らせいただければと思います。あとはですね、その他に、世界中にあるムフフなスポット、都市すごいいいよっていうのがあればですね、そちらの情報も教えていただければすぐにでも就航させていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの情報をお待ちしています。というわけで今回はFKK のメッカフランクフルトへ就航することができました。というわけで、ここまでにさせていただきたいと思います。